暑い。夏か。本当に過去に来たんだな。おい、アリス見てみろよ。薬人が人里歩いてるぜ。近づいちゃダメよ、マリサ。なんで？あっぷね、見つかるとこだった。そういや、過去に来たってことはそうだよな。この時代の自分がいるんだよな。どうにかしないと身動きが取れねえし。何やってんの、あんた。霊夢。何よ。また会えて嬉しいぜ。巡る時代、回る時間、寝が終わり、牛が始まった。なんか言い出したわよ。これちょっとヤバいんじゃない？同じ道を歩いてはいけない。気づかぬうちに役がついて回るから。これ以上お守りを壊してはいけない。大事な人が消えていくから。マリサ。そしてまた巡る。そう、私たちは、厄除けマスターヒナマリサ。何やってんの？厄除け。いや、そうじゃなくて。厄除け。発音の問題じゃない。なんかあんた変よ。昨日会ったばっかりじゃない。ああ、そうだっけか？それにちょっと雰囲気変わってるし。気のせいだよ。じゃな、霊夢。さてと、今日の夕飯は鮎の塩焼きにでも。おーよ、うむじゃん。買い出しか？うん。なに？私の顔に何かついてる？湿布がついてるぜ。まあつけてるし。せっかくの可愛い顔が台無しじゃねえか。ゆり子様がリリパッドを食べてみたいと言ったものだから、調理してたら急に暴れ出して顔に傷が。リリパッドは食材じゃねえ。でなんで調理してんだよ。私はちょっとした好奇心で。好奇心でザコモンスターを調理すな。業務のやつもっとマシな言い訳できねえのかよ。さて、本格的に動き出すか。まずはレミリアの作った。うん。ああ、お前がマリサか。導きの書のビッキーや。よろしゅうな。え？何こいつ喋んの？てかなんで関西弁？おぜおのやつの関西弁映ってん。うち作るときむっちゃ関西弁で愚痴っとったんよ。お、で、どうすりゃいい？最後のページに自分の名前書きや。これでいいか？ええー、で。ちーと待ってな。まだうち生まれたてやから調整いるねん。試しにあんたの過去に起きたこと予言してみるわ。それ予言って言わねえんじゃねえの？うっさいわ、文句言うたら今後鉄道たらんで。すまん。霊夢は横転病で死ぬ。よし、調整できた。さらっとエグいこと言うなよ。その予言はこれから起こることじゃないんだな。せやな。これからあんたの身に起こることは。霊夢は死なずに済むんだな。うん。でもそれでいいんか？それでもいいさ。わかった。じゃあ次にあんたがすることは。こんばんは。うん。あら、分野じゃない。何の用だ？明日、今日剣士、業務さんと戦うらしいですね。なぜお前が奴のことを？取材をしてたら偶然その話を聞けまして、本当かどうかわからなかったんですけど、今の反応を見る限りどうやらが攻めたではないようですね。で、取材させてほしい。と？いえ、私にも協力させてほしいんです。どういうつもりだ？霊夢さんを守りたい、と思ったんです。私が負けると？考えられませんよ。だけど、ある人の話を聞いて。誰から何を聞いたの？すいません、取材した人のことは教えられません。内容だけなら、白霊の巫女がいなくなった後の幻想郷のこと。今回のことでそうならないにしても、考えただけで怖くなって。だから私らに手伝うと。悪いが猫の手はかりん。何が何でも手伝いますよ。ふん、邪魔になるだけだ。私にだってできることはたくさんありますよ。どうしても私を仲間にしたくないと言うんならですね、あなたの秘密を霊夢さんに言いますよ。秘密などね。霊夢さんの姉のように。わ、私を。なんて、お前なんで知ってるんだ。誰にも言ってないはず。まさか。イクさんですよ。まだまだ続きはありますからね。く、仕方ない。好きにすればいい。ありがとうございます。時空の結界に歪みが生じた原因はあなただったのね。まさか結界を通り抜けてくるなんて、そろそろカッパに急すえた方がいいみたいね。で、あなたの目的は？お前には話しておくよ。私の世界で起こったこと。霊夢を救いたい？ね。だからこの時代に来て歴史を変えると。ああ。掟を破った上に歴史を変える。私を目の前にしてよく堂々と言えるわね。あ。危険因子はすぐに消さないと。これ以上時の流れを乱さないで。ダメだ。もう限界だ。くっそ。これも予言通りかよ。あなたが霧雨マリサだからと言って容赦はしないわ。このまま首の骨を折る。これは罰。罪は償ってもらうわ。時間の流れを乱すことは大罪。本当ならもっと辛い目に遭ってもらうんだけど。手を離しなさい。拒否するわ。もう一度言うわ。
マリサさんの手を離せ。大丈夫ですか？喉が潰れてる。どうしてここまでする必要があるの？彼女が来たことで随分とここに影響が出た。でもそれは私たちで対処できた。だったら、そう、今回は運よく私たちだけでも解決できた。でももしそれができなかったら、全てが混沌と化す。わかっているのならなぜ止めたの？これ以上この子の勝手を許すことはできない。でもマリサさんはあの時、何言ってんだ、こいつら、ダメだ、意識が。大須賀部屋、エイリンいるか？もしも大須賀部屋さん、聞こえてますか？何言っても聞きやしないよ。またもこうと喧嘩したんだ。いい加減二人とも素直になったらいいのにね。そうだな、意地張ってても何にも進展しねえしな。ところでマリサ何しに来たの？エイリンにちょっと用があってな。明日がいよいよその日だから。明日？こっちの話だ。どうにかして霊夢を正気に戻さねえと。このままだとマジでユーカを殺しちまう。ここ、どこだ？声が出る。目が覚めたのね。殺される。逃げねえと。どこに行く気？逃げるのも無理ないわ。やりすぎなのよ。お前は、宇佐美すみれ子です。とりあえず落ち着いてください。急がねえと霊夢が今日剣士とやり合って。半年前。え？もうそれは半年前のこと。あなたはずっと眠っていたのよ。な。じゃあ霊夢は、生きています。ただ。嘘だろ。でもどうして霊夢は、あなたがこの世界に来たことで歴史が変わった。分野に協力を仰いだことも。そっか。霊夢を助けてくれたことは感謝するわ。だけど掟を破ったこととは話は別。でもこうするしかなかったんだ。そうね、私も同じ境遇ならそうしたかもしれない。だったら、初めから。ね。霊夢、あなた何を勘違いしてるの？目を覚ましなさい。何この像、尋常じゃない怒りと憎しみ。一体何があったの？つまりそれだと問題ないんだな。はい、時間の流れを乱すのではなく、初めからやり直す。でももうその必要はないだろ。こうして霊夢も生きてるんだし。まあそうですけど。な、予言書。残念やけどそうもいかんわ。新しい予言、霊夢犯、風見優香を殺すで。な、どうして？説明すれば長くなるんですが。んなもん聞いてる暇ねえよ。ちょっと待ってください。言ってしまったわね。あかん、このまま行かせたら、マリサは霊夢に殺される。くっそ。冗談じゃねえ。あの野郎も動けるようになったのかよ。今度ばかりは間に合いそうにねえな。霊夢が目覚めた時ヨウムや天使がいてくれたから霊夢を止められた。頼むから殺したりなんかするなよ。お前にそれは似合わねえ。絶対に助けてやるんだ。だから復讐なんて馬鹿げたことはやめろ。もうお前を失いたくねえ。間に合ってくれ。ここまでか。私もそっちに行くことになりそうね。母さんを殺したことを後悔しながら死になさい。まだ辛抱、その代わり足りぬあの一歩、まかれた種の成長、咲く場所はどこだろう。アスファルト、笑われる雑草、だが誰よりも満たされた表情。
けてくれ道端の名も知らぬもの。蓋したって煮えたぎって醸し出す本能が相当喉元から暴走し本性ということよ。彼女はあなたを助けるためにこの時代に来ていた。そっか、ヘドが出るぐらいのやめとけって言葉。そのマリサを私はお前を責めたりはしねえけどよ。お前は私の生死を聞かず優香を殺しに行った。その結果未来の私が優香をかばって死んだ。どう償うつもりだ？どうすればいいの？私はこれからどうすれば。その気があればやり直せる。それってねえ優香里、それやらせてくれない？起きてにくれるわよ。初めからなら問題ないはずよ。なぜやり直すの？あのマリサを救いたい。無理ね。起きてに触れ、過去に生き歴史を変えることは許されない。仮にあなたがあのマリサのように同じようなことをすると、それこそ世界はあべこべになり秩序が乱れる。全て消えるかもしれない。初めからやり直すことは可能よ。だけどそれは世界を作り直すことと考えて、歴史を変えるのではなく、ゼロからのスタート。あの子のいた世界はパラレルワールドとして残る。影響が出るのはこの時間軸に存在する世界だけ。つまり同じ時間軸に存在しているパラレルワールドはその影響を受ける。それでもいい。私からも頼む。霊夢の、白霊の一族の運命も変えたいんだ。わかったわ、説明する。だけどこれだけは覚悟しておいて。歴史のやり直しをすると本来辿る運命と違う運命を辿るかもしれない。それはその世界のあなたたちの運命をさらに過酷なものにしてしまうことだってある。その時はどうするつもり？何度だってやり直す。バカみたいな考えだけど、それで報われるなら、それが私にできる精一杯の償い。人の心を守ってくれたあのマリサへの償い。なあレイム、お前大丈夫なのか？もし私がお前の立場なら、うん、今でもマリサを切った感触が手に残ってる。思い出したくないのに焼き付いて離れない。想像できないでしょ、どれだけ辛いか。でも生きなきゃいけない。あのマリサに助けられたんだから。そうか、だからもう悲劇が起こらないように、私たちで終わらせに行くってことか。私たちで終わらせられるかわからない。何回何百回と繰り返すかもしれない。でもそれが私にできる唯一の償い。私はあのマリサの意思を継ぐ。なら私もとことん付き合ってやるぜ。ありがとう、マリサ。いいってことよ。あとは私たちに任せろ。だからお前はもうゆっくり休みな。